卑弥呼とアマテラス大神って、確かに似ている部分もありますよね。解説の霧雨マリサです。同一人物説もありますよね。白霊霊夢です。でも、やっぱり違うってこともありますよね。魂魄妖夢です。今回は卑弥呼とアマテラス大神の同一人物説をやろうと思うぜ。卑弥呼って言えば、岸和神殿に登場する和国の女王であり、アマテラス大神は天皇家の祖先として、繋がってくる神様だよね。卑弥呼とアマテラス大神は関係のないようにも思えますが、同一人物説もあるんですよね。動画の前に注意事項を述べておくと、この動画を作成したウプ主は、歴史の専門家ではなく、あくまでも歴史好きの素人でしかありません。そのため、動画の内容が全て正しいとは限りません。歴史は新しい発見があれば、今までの常識が変わることもあり、その点は注意してください。さらに言えば、話をわかりやすくするために、ウプ主が独自で脚色を加えた部分もあります。あと、前回の天の岩との動画で、八坂かな子さんが、アマテラス大神役で登場し、今回は卑弥呼役で登場しますが気にしないでください。岸和神殿の動画だと、八坂かな子さんが卑弥呼役で登場していますし、考察に入る前に、アマテラス大神が、どのような神様だったのか簡単に解説してみましょうか。アマテラス大神はイザナキが黄泉の国から生還し、清流で禊を行い誕生した神様だと伝わっている。イザナキが顔を洗ったら、左目からアマテラス大神、右目からツクヨミ、鼻からスサノオが生まれたんだよね。アマテラス大神、ツクヨミ、スサノオは強力な力を持った神様であり、三騎士と呼ばれています。アマテラス大神は天界である高間の原を任され、ツクヨミは夜の国、スサノオは海原を任せられたわけだ。アマテラス大神とツクヨミはイザナキの命令に従ったんだけど、スサノオはイザナキを困らせ海原にも行かず、最後には追放されてしまいます。イザナキにより、追放されたスサノオは高間ヶ原に向かい、アマテラス大神はスサノオに対し、武装して待ち受けていた。スサノオは乱暴者であり、アマテラス大神は何をされるのかわからないと思ったのか、迎撃する構えを見せたんですよね。高間ヶ原に到着したスサノオは、身の潔白を証明するために、アマテラス大神と受け入れを行ったわけだ。でも、受け入れが成功して子が生まれたことで、暴れん坊のスサノオが高間ヶ原に残ることになるんだけど、高間ヶ原に残ったスサノオはアマテラス大神の田を荒らし、神聖な神殿に駆走したり、やりたい放題だった。スサノオの行動にアマテラス大神は絶望し、天の岩戸に隠れてしまいます。アマテラス大神は太陽神であり、世界から光が消え、地味毛量の輩が動き出し、食物は枯れ自然災害が発生するなど、世界は荒れに荒れてしまったわけだ。ここで神々は天の岩戸から、アマテラス大神を引きずり出そうとした話があるんだよね。知恵の神が中心となって、天の岩戸の前でお祭りを行い、アマテラス大神が気になって外を覗いたところで、引きずり出したんですよね。アマテラス大神が天の岩戸から外に出ると、世界に太陽が昇り平和が訪れたわけだ。数多くの狼藉を働いたスサノオは、高間の原を追放されることになるんですが、アマテラス大神と卑弥呼を語るには、ここまでのアマテラス大神に関して、知っていれば十分だよね。ちなみに、アマテラス大神について書かれているのは、日本書紀や古事記などの日本側の記述となるぜ。それに対し、卑弥呼の記録があるのが、岸和神殿であり、中国側の記録なんですよね。岸和神殿は三国志の義の歴史書で、義国の実質的な建国者は曹操であり、知っている人も多いんじゃないかな。曹操の孫である曹営の時代に、卑弥呼が治める邪馬台国と交流があったとされているんだよね。岸和神殿には邪馬台国へのルートなどが記載されているが、現在も近畿説と九州説を中心に揉めている状態だと言える。揉めているというよりも、解決されてしまったら、飯の種がなくなると、大人の事情により解決されない説もあるのですが、ウプ主は邪馬台国の動画を見ればわかるように、九州説を支持しております。岸和神殿を読むと、和国の情報が書かれており、和人は入れ墨をしていることや、嫉妬しないなどの記載もある。和人は盗みをしないとか、争い事も少ないと書いてあったような。岸和神殿だと、和国は治安が良かったような記述があるんですよね。平和だったはずの和国なんだけど、弥生時代にあたる2世紀後半になると、
気候変動が原因なのか倭国大乱が勃発することになるぜ。岸和人伝によれば、倭国は大混乱となり、多くの人が亡くなったんだよね。倭国の人々は、卑弥呼を擁立すると、倭国大乱は収束に向かった話がある。卑弥呼が倭国をまとめ上げたとも言えそうですね。当時の倭国は祭祀を行う祭祀王と政治を行う統治王がおり、祭祀王が卑弥呼であり、卑弥呼の弟が政治を行う統治王であったとも言われているぜ。統治王よりも祭祀王の卑弥呼の方が、立場が上だったとも考えられています。でも、倭国のすべてが邪馬台国でまとまったわけではなく、邪馬台国の南にあるクナ国のククチヒクは、卑弥呼に従わなかったんだよね。邪馬台国の卑弥呼は、魏からの援助を受けて、クナ国と戦っていたとも考えられている。魏の援助を受けても、邪馬台国はクナ国に、苦戦していたとも考えられているんですけど、魏側は邪馬台国とクナ国を和解させようとした話がある。魏による邪馬台国とクナ国の和解は成功したのかは、不明なんだけど、次の記述がいきなり卑弥呼の死になるんだよね。中国の領書によれば、正史年中である240年から249年の間に、卑弥呼が亡くなった記述があり、魏志倭人伝には、247年に卑弥呼が隣国のクナ国と戦った記述がある。それを考えると、卑弥呼が亡くなったのは、西暦248年じゃないかと考えられるんですよね。定説だと卑弥呼の死は248年ですから、卑弥呼とアマテラス大神同一人物説においては、西暦248年というのが重要なポイントになっています。卑弥呼が亡くなると、男性の王が立つんだけど、国中の者が振幅することはなく、1000人以上の死者が出た話がある。この記述からは、倭国大乱に逆戻りしたかのように感じますが、こうした中で卑弥呼の親族である13歳の伊予が、立つことになり国が安定した話がある。伊予が義に奴隷などを献上した話があるんだけど、それ以降は、魏志倭人伝が終わってしまい、どうなったのかはわからないんだよね。ここで邪馬台国の記述も、歴史から姿を消しますから。でも、これだけだと卑弥呼とアマテラス大神は、女性だということくらいしか共通点がないようにも感じるんだけど、でも、キーワードは日食なんですよね。卑弥呼が亡くなったとされる、西暦248年9月5日に皆既日食が起きた話があるぜ。卑弥呼とアマテラス大神の同一人物説を採用すると、次のような話になります。クナ国との戦いは苦戦を強いられていますね。うむ。戦いが長引けば国内に動揺が走るであろうな。我に対する求心力の低下も避けられまい。クナ国は軍事強国です。最先端の技術を持った国であり、我らは義のバックアップが頼りですな。その通りじゃ。この戦いが早く終わることを願う。だ。大変です。皆既日食が起きて、太陽が欠けておりまする。む。むむ。わ。我は日の巫女である、我が象徴である太陽が欠けてしまうとは、民の間では皆既日食は、すでに話題となっております。太陽を隠すことは不可能じゃ。うつてはない。民が収まるのを待ちましょう。その通りじゃ。皆既日食が起きてから、民は慌てふためき、一向に収まる気配はありません。む。むむ。クナ国との戦争中にもかかわらず、国内に動揺が走るとは、民はこのような現象が起きるのは、姉上、に責任があるとも述べております。仕方なしじゃ。民に従い私が責任を取るしか道はないようじゃな、し。しかし、我が命もこれまでのようじゃ。卑弥呼がアマテラス大神とする説だと、卑弥呼は皆既日食の責任を取らされて、殺されたことにもなっているんですよね。卑弥呼は日の巫女であり、太陽神のような存在だと考えることもできるから。でも、アマテラス大神も太陽神ですし、卑弥呼も日の巫女なら太陽神で重なりましたよね。アマテラス大神と卑弥呼の同一人物説においては、卑弥呼の死は、アマテラス大神が天の岩戸に入ったことを指すぜ。アマテラス大神は天の岩戸に引きこもっただけですけど、卑弥呼は、この説だと責任を取らされて死んでしまっているような。卑弥呼とアマテラス大神同一人物説においては、魏志倭人伝でクナ国との戦いの後の記述に卑弥呼の死が書かれていることから、魏側の命令で卑弥呼は、この世から去ることになったとも考えられている。魏側の命令で卑弥呼が亡くなった説は、
想像の域が大きすぎるとも感じるんだけど、話を進めるんだけど、岸和神殿の記述に従い、アマテラス大御神と卑弥呼同一人物説で話を進めてみたいと思うぜ。卑弥呼死後に王になった男性の王の名前は不明ですが、とりあえず卑弥呼の弟がは王になったとして、話を進めてみたいと思います。姉上が亡くなってしまったか。どうやらわしが国をまとめるしかあるまい。む。むむ。わしに対し、あちこちで反発が起き、これでは、和国大乱に逆戻りではないか。先にも述べたように、卑弥呼の死後に男性の王が立つも、国が乱れてしまったんですよね。卑弥呼の死後に国が乱れてしまったのが、危機にあるアマテラス大神が天の岩戸に引きこもり、世界が乱れた時を指すと言われているぜ。古事記などにある地味毛量が幅を利かせ始め、自然災害が多発し、世界が混乱した話だよね。これだと確かに、話の流れ的に共通点がありますよね。それでは、その後の様子を見てみたいと思います。わしでは姉上のように国を治めることはできぬようぜ。神聖な力を持つジャーマンでなければ、和国はまとまらぬ。この混乱はどうすれば収まるのでしょうか。そなたが王として立つがよい。私がですか。私はまだ13歳の子供ですが。政治は我らが行う。そなたは祭司王として立ってくれればよい。それで、国が治まるのであれば、私が王として立ちましょう。頼む。伊予茂木に強行することとなり、岸和神殿の記述も終わるんですよね。伊予が邪馬台国の王に立った記述が、卑弥呼、アマテラス大神同一人物説だと、アマテラス大神が天の岩戸から出てきた話だとされているぜ。なるほど。アマテラス大神が天の岩戸から出て、世界が光を取り戻した話が、伊予が立ち国が収まった話だとされているのね。これだけを考えると、確かにアマテラス大神と卑弥呼は、同一人物に思えても不思議ではないような。この説だと卑弥呼と伊予の二人で、アマテラス大神ってことになってしまうんだけど。でも、ウプ主は卑弥呼とアマテラス大神が、同一人物だとは思ってはいないんですよね。卑弥呼とアマテラス大神を同一人物にするには、一つのキーポイントになるのが皆既日食だと思うぜ。皆既日食が起こり卑弥呼が、248年に殺害されたことになっていますから、先にも述べたように、西暦248年の卑弥呼が死んだと、思われる年に皆既日食が起きたことは間違いないぜ。皆既日食は計算で出せますから、西暦248年の9月5日に、皆既日食が起きたことは事実なんですよね。ただし、計算により西暦248年の皆既日食は、九州では観測できないことがわかっている。邪馬台国九州説で考えると、皆既日食で卑弥呼が殺されることはなさそうね。そもそも、九州から皆既日食が見えないんですから。西暦248年の皆既日食は、邪馬台国近畿説に従い、邪馬台国が奈良であったとしても、早朝5時32分に半分ほど欠けた状態で太陽が昇り、7時12分には元に完全に戻ることもわかっているぜ。実際に太陽が欠けている状態は、2時間にも満たないんだよね。皆既日食の欠けている時間が短いことから、インパクトは少なかったのではないか、とする説もある。当時の人じゃないと、実際のところはわからないんですけど。岸和神殿には卑弥呼の弟が統治を補佐した記録があるんだけど、アマテラス大神の弟は暴れん坊のスサノオであり、とてもじゃないが統治を補佐できるような人物には思えない。スサノオは神聖なる宮殿で苦走したとか、アマテラス大神の田を破壊したなどの狼藉を働いていますから。でも、アマテラス大神の弟はスサノオだけじゃなく、イザナキから夜の国を任されたツクヨミもいるよね。ツクヨミは古事記だとアマテラス大神と、スサノオと共に誕生した以外に出番がなく、日本書紀だと受け持ちの神を殺害してしまったことで、アマテラス大神と田元を分かつことになった話がある。それを考えると、ツクヨミも卑弥呼の弟にして、共同統治するには無理があるような。ツクヨミの場合は極端に記録が少ないから、陰謀論を使い、記録が抹殺されたとかで、いくらでも話は作れそうな気もするんだけど、さらに言えば、卑弥呼とアマテラス大神を同一人物だとすると、
最大の問題は神武統制になると思うぜ。神武天皇はアマテラスオオミカミの子孫でもあるから、卑弥呼とアマテラスオオミカミを同一人物にしてしまうと、ここから神武統制を行う必要が出てきますからね。神武統制については、また扱いたいと思うんだけど、危機の記述をもとに神武統制を行うと、紀元前50年よりも前の段階でないと、神武統制は行うことができないことがわかっている。地形学により、神武統制が行われた時期が紀元前50年よりも、前じゃないと実行できないことがわかったんだよね。日本側の記録では紀元前660年に神武統制が完了し、神武天皇が即位したことになっているんだけど、これは事実ではないように思う。初期の天皇は100歳超えの天皇も多くいますし、事実とは考えにくいですよね。それでも、神武統制は紀元前50年よりも前でなくては行うことができず、卑弥呼の時代は、紀元前ではなく3世紀の前半であり、年代的に無理があると思うぜ。辻褄が合わない部分が出てきてしまうんですよね。邪馬台国統制説に関しても、また扱いたいと思っております。他にも、卑弥呼とアマテラスオオミカミが同一人物だとすると、邪馬台国は九州になければ、後の時代になる神武統制を行うことができない。でも、九州からだと皆既日食は見えないですから。個人的に卑弥呼とアマテラスオオミカミを同一人物にするにあたって、無理があると感じるのが、日本側の記録だと思う。古事記や日本書紀などの記述ってことね。邪馬台国近畿説で卑弥呼の墓と考えられている箸墓古墳があるぜ。箸墓古墳は危機だと、崇神天皇の時代に亡くなった、大和とと紐もそ姫の御事の墓だとされているよね。名前がすごく言いにくい女性なのですが。箸墓古墳は、炭素14年代測定法だと。築造年代が280年から300年だとされている。炭素14年代測定法は正確さに問題があるとも言われていますが、3世紀後半ってことになるんでしょうね。大和とと紐もそ姫の御事は先に述べたように、崇神天皇の時代に亡くなっており、危機の記録を信じるのであれば、崇神天皇は卑弥呼の時代よりも、少し後の人だと考えることもできると思う。崇神天皇は初代の神武天皇から考えると、10代目の天皇ですから、アマテラスオオミカミとは、かなり離れた時代の人になってしまうような。ただし、先にも話したように、日本の天皇の初期の年数に関しては、100歳を超える天皇もおり、これは事実ではないと思うぜ。崇神天皇も120歳まで生きた記録もあるんですけど、三国志の注釈には人は年の数え方を知らないような記述があり、今とは違った年数の数え方をしていたとも考えられているよね。日本側の年表を考える上で、日本の文献以外の情報も必要だと言える。朝鮮側の記録である三国志記に、金将皇が亡くなったのは、西暦375年だったと記録があり、日本側の記録にも、神宮皇后、応神天皇の時代に金将皇の記述があるため、神宮皇后、第15代応神天皇の時代が4世紀後半の可能性が高い。海外の記録との一致は信憑性が高い感じがするよね。そういえば、神宮皇后も卑弥呼と同一人物説があったような。神宮皇后と卑弥呼の同一人物説に関しても、またどこかでやりたいと考えております。今回はあくまでも卑弥呼とアマテラスオオミカミの同一人物説に関してですから、話を戻すけど、危機の記述を尊重すべきという考えもあり、やっぱり、アマテラスオオミカミを卑弥呼にするには、無理があると感じたわけだ。危機の記録が全くのデタラメってことになれば、卑弥呼とアマテラスオオミカミが同一人物だというのも成り立つとは思うんですが、それが邪馬台国の話がアマテラスオオミカミのモデルになっているとか、アマテラスオオミカミが天の岩戸に隠れてしまったのは、火山の噴火だったとする説もある。噴火説は有名だと思うけど、火山が噴火して天を覆い、太陽が見えなくなってしまった話ですよね。日本人の起源の動画で紹介した機械カルデラほどの、威力はなかったと思うんだけど、火山の噴火だったら、太陽は見えなくなるよね。機械カルデラレベルになると人が住めなくなるんですが、
紀元前200年から100年頃に九州で噴火が起きた話があり、これが天の岩戸伝説に繋がったのかもしれない。天照大神が天の岩戸に引きこもった時には、神々が相談した話がありますから、噴火により人々が様々な話し合いをしたことに繋がるのかもしれませんよね。さらに、紀元前100年頃までに九州で噴火してくれれば、紀元前50年よりも前とされている、神武統制も行うことが可能となるぜ。現時点だと、天の岩戸は噴火だった説の方が有力な感じがしますね。こういうのは想像の部分が大きいんだけど、それと、個人的にはアマテラス大神の子孫である大和王権と、卑弥呼のいた邪馬台国は別の国だと考えた方が良いと思うぜ。邪馬台国も大和国と読めるから、ややこしいんですけど。この動画では便宜上として、邪馬台国の名称で呼んでいますが、和国を大和王権と邪馬台国を別の国だと考えて年表にすると、アマテラス大神に否定する人物がいたと考えて、紀元前2世紀頃の人物であり、神武統制が紀元前50年までに行われたと思う。西暦57年に九州にあったと考えられる那国が、五漢王朝に使者を送り、漢の和の名の国王院を授けたと五漢書に記録があるよね。西暦107年には九州の勢力である水晶なる人物が五漢に長考している間に、大和王権は確実に勢力を拡大させていたとも考えられる。西暦238年には卑弥呼が義に使者を派遣し、新義和王の称号を得ることに成功したんですよね。ここまでの和国というのは、九州にある和国の勢力を指すと考えられると思うぜ。西暦350年頃に、神宮皇后が新羅遠征をしたと考えられるんだけど、この頃の和国は大和王権の勢力と、考えればいいと感じております。すでに大和王権の勢力は九州にまで及んだと考えられるんですよね。九州の土蜘蛛討伐の話もありますし、朝鮮の北部にあった高句麗の公会堂王妃には、西暦391年には国が新羅と百済を臣民とした話があり、さらに、西暦400年には和と高句麗が戦争を行った。この年表が一番信憑性があると感じており、天照大神と卑弥呼を同一人物にするのは無理があると感じました。まあ、天照大神と卑弥呼の同一人物説は、面白い説だとは思いますけど。それと、中国王朝からしてみれば、和人の国が邪馬台国でも、大和王権でも和人の国には変わりがなく、気にも留めなかったなどの事情もあるように思うぜ。当時の人がどのように思っていたのかは、実際のところは不明なんですけど、最後に結論を言うけど、邪馬台国の卑弥呼が亡くなったとされる年に、皆既日食が起きたのは偶然だと感じるぜ。それでも、すごい偶然にもなると思うんですが。でも、皆既日食を当時の人が知っていたのかはわからないけど、皆既日食の軌道にいた和国の人で、もろに見た人がいたら、インパクトはあったのかもしれないよね。あと、邪馬台国に関しては、岸和神殿の動画や邪馬台国の動画を見ておけば、さらにわかりやすいと感じております。それじゃ、今回は、そろそろお開きにしましょうか。この動画が面白かったらチャンネル登録と、概要欄から Twitter の登録をお願いします。それを励みとし動画作成を頑張りたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくです。